はい、どうも、ジャッキーです。ということで、今回は、マインクラフトやっていきます。ということで、今回は、前回、かな前回、動画外で、ブランチマイニングしてたら、廃校を見つけたんで、ということで、今回は廃校行きます。はい。正直でもね、材料あるっちゃあるから、いけるんだけど、材料が欲しいということで、今回は、行きます。ちょ、パン21個でさ、足りるか心配なんだけど、とりあえずちょっとじゃあ、パン19個で、まあ、なんとかなると思うけど、行きます。さあ、ということで、廃校さ、正直でも、ちょっとだけね、足踏み入れたんですよ。足踏み入れたけど、少しだけね、鉱石あったんで、その辺ちょっとかっぱらってきて、その辺りで終わりましたね。あれ、どっちだ？こっちかな？あったあった、よしよしよし、あったよし。この辺だ。じゃあ行きます。さあ、ということで、無事、帰ってきたんで、収穫の方をお見せしたいと思います。まあ、こんな感じで、チェスト付きトロッコが4つ。まあ、捨てた部分もね、ちょっとあったんですけど。で、線路が、2スタックと34個。アクアティベータレール、これ加速系のやつかな？が4つ。か、これが加速レールか。これなんだ？めっちゃ近いやん。めっちゃ見てくれやん、こいつ。感じレールが4つ。と、鉄の延べ棒が5個。で、鉄が1スタックと55個。結構もらえたね。で、ダイヤが8個。めっちゃあったな。まあ、こんなもんかな。で、エンチャボンがここに置いておいて。ということで、じゃあ、ちょっと、次行きます。ということで、廃校探検終わったんで、今から、ちょっと、この辺にね、馬がうろちょろしてるんですよ。なんで、この辺のちょっと馬を全部値段付けて、馬小屋作ります。はい。どの辺に作ろうかなと思ったんですけど、ちょっとこの辺ね、馬が捕らえられてたんで、ちょっとその辺を、ちょっと解放していった、逃がして、ここら辺にね、ちょっと馬小屋作りたいと思います。ワンちゃんがすごい、佇んでるけど、ちょっとこっち来れるわな。よし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 、やれやれ。俺動画見ながらでもいいんですけど、それだとなんかあれなんで、まあ、ちょっと自分なりにいろいろ作ってやっていこうかなと思います。はい。ディープスレートがめっちゃ余ってるんで、ディープスレート使います。丸石がちょっとね、なくなってきちゃったんで、建築とかに使っちゃって、こうやってパッて、はい。ということで、どんな感じだ？俺の想像する馬小屋だよね。こうじゃないかな。そうだよね。分かれてるよね。俺の昔見た馬小屋の記憶。こう3つとかに分かれててさ、あるじゃん。あるじゃん。こんな感じで。あ、ちょ。こういう感じじゃない？でさ、なんか、大きさ、こんなもんか。で、こういう感じじゃない？でさ、いい感じに余ってる。ゲート使って。なに？なにこれ？段差違うの？初めて知った。面白いね。で、こういう感じだよね。ちょっと俺の想像なんだけどさ、2、3、4ぐらいでいいか。3、4、3、4。こんなもんじゃない？入り口こう作って、なんかでもそれっぽいっちゃそれっぽいけどな。高さ違うな。上位の高さミスだわ。オッケー。で、なんか屋根とか作るよ。内側にもじゃあ一応立ててあげるか。なんか違うな。こんなもんか。でね、屋根作ってあげないとね。屋根は普通に、めっちゃ詰まってる。木があるかな。これでいいか。で、木を作って、すいません、作りますね。で、それっぽくしたいから、よし、できた。できました。これが僕なりの馬小屋です。どうでしょう。僕の馬小屋。で、何かが足んない。そう、何かが足んない。これです。これです。お馬さんに足りないのはこれです。これね。干し草の俵。これ、牛のとこに置いてもいいんだけど、まあちょっと、ここに置いとけば、それっぽくなるかなって感じで。うん、いいんじゃない？なんかあとないかな？外装を良くしたいよね。外装ないかな？これじゃね？これよくね？ほい、あ、間違えた。ほい、あ、いいかもしれない。悪くないよね。この辺に置いといてさ。あ、いいと思う。それっぽい。じゃ、ちょっと肝心のちょっとお馬さんを連れていきますか。ただそう、お馬さんね、手なずけてないから、そっからなんだよな。あ、降りた。めっちゃ早いやん、このお馬さん。これ、懐いてくれるまでが時間かかるんだよな。何回で懐いてくれるかな。あ、オッケー、懐いた。オッケー。よしよし。あとは、サドルがあったら嬉しいんですけど、
サドルないよね。ないな。人参を持ってんだけど、首紐もないのか。強制的に連れてくしかないな。なかなか行ってくれんな。懐いてくれたけど、ちょっと、むずいな。首紐もないでしょ。首紐もないじゃん。スライムボールがないから首紐もない。どうしたものか。これ連れてくのむずいよな、ちょっと。これどうやって連れていくかだよな。まあ今回はこの辺にしますか。ちょっと次回まで、この、お馬さんたちを、どうにかこの中にちょっと入れておきたいと思います。はい。ということで今回はこの辺にしたいと思います。まあいい感じじゃない？悪くはないと思う。ということで今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、ツイッター、フォロー、ぜひぜひ各種 SNS が、SNS 概要欄やってますんで、概要欄からフォローお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。